はい、どうも、ハロー。グッバイということでね。グッバイはおかしいですね。今日もね、ちょっとまあ、日記を、動画でね、日記をつけていこうかなと。12月16日、水曜日。なんか今週早いんですけど、時間経つのが。もう水曜日ですか？もう水曜日でいいんですか？みたいな感じなんですよ。もういいの？水曜日で、みたいな。なんかそんな感覚なんでね。もうあっという間でしょうね、週末まで。で、今日給料日だったんですけど、やっぱりね、携帯代が1万8000円で済ましたっていうのはやっぱでかくてですね、意外と手元に残りまして、金が。多分今12万ぐらいあるんですね。まあそれでも12万なんですけど、だから12万でもね、多分年末年始、おそらくね、10連休ぐらいあるんですよ、下手したら。多分ですけど。それ12万でやりきれるのかっていうところが正直まあ、不安なところなんですけど、めちゃくちゃ不安なところなんですけど、やるしかないんでしょうね、多分。できますね、みんなだったら。まあ、普通に生活してる分にはまあ、いけるはずなんですね。絶対、10日間を12万で過ごすのは。それ余裕でしょ。だから全部休みで過ごすってなると、これね、やっぱ PS4 を買うしかもう、いやでも PS4 を買うとね、12万のうち5万ぐらい持っていかれるんでね、ソフトと合わせると。ほぼほぼ半分ぐらいでしょ。きついっすよね、普通に考えて。半分体持ってかれるのは、しかもそれまでに、年末年始までにまだ1週間以上あるんで、やっぱどう考えても厳しいんですね。この、倍あれば大丈夫。24万あれば、まあ、ああ、それでやっとギリギリぐらいかなってちょっと俺思ってるんですけど。いやー、しんどいっすね。しんどい。ちょっと増やすしかねえかな、本当に。もう増やすっていう発想がダメですよね。もうその発想捨てたはずなんだ、俺はもう。ね。もうダメです。そういうことは考えないようにしましょう。はい。ということでね、前回の動画にコメントしてくれた、もう22分ですよ、夜中の。夜中22分ですけど、まあ返していこうかなと。最近ね、あれなんですよ。夜中に動画撮るんですけど、上げるのが昼ぐらいになっちゃってるんで、寝ちゃうんですね。アップロードする前に。寝落ちしてるんですよね、完全に。まあ、そんな、どうでもいい話は置いといて、ちょっとコメントね、返していきましょうか。レカショウさん、ネットマージャンでトンプーしかないゲームはやっぱり苦手ですね、と。あと、サンマーはもっと苦手ですと。サンマーね、つまらないんですよね。正直、得意苦手じゃなくて、盛り上がりに欠けますよね、サンマーは。やっぱ3人しかいないとね、なんかちょっと、違うなと。やっぱ4人が一番面白い。正直5人ってのもやってみたいですけどね。もう、6人ぐらいで、6人で、こう、ほとんどやったら、6人でやったら、例えば隣の手牌見えますよね、普通に。もうほとんど炎上なんでね。6人からはもうやばいでしょうね。六角形ってことなんで、もう相当隣の手牌見えるんでね。まあそれはそれで面白そうですけど。俺も双剣めっちゃ苦手だけど、アシュレイは、双剣じゃなくて職がスタンドカットくらい、ヒラスでもモチーフで、敵一体でもドレイン、200以上のドレイン値がやばいし、即死回避とバリアで、全然双剣感じませんよと。いやー、めっちゃ押してきますね、アシュレイを。アシュレイ、惜しい、すごい。まあまあ、欲しいですけど、まあ、無理に狙いに行かないですかね、やっぱり。もう、今回はもう、ルーシェでしたっけ？ルーシェでもう満足しとこうかなと、思いますけど。上原あずみさん、あずみね。小川さん、入れ替え限定の可愛いルーシュちゃん、おめでとうございますと。ありがとうございます。チャグマの武器ガチャの時にスコップ引いた時の嬉しそうな小川さんを思い出しますと。あのね、実際のところですけど、結構マジで、ぶっちゃけた話、当てた時ね、スレしたよ。あ、出た、みたいな。全然歓喜とかじゃなかったっすね。冷静でした、いたって。あ、出たわ、みたいな。そんな感じで、多分ね、ルーシェちゃんもそんな反応されると思ってないから、多分びっくりしたんでしょうね、多分。もう、すんごく普通でしたからね。あ、みたいな。出たなんか、みたいな感じだったんで。モチベは私もそこまであるわけではないですが、と。いや、アズミンは結構あるでしょ。アズミンなんやかんや言うて結構ね、
やっぱすごい方だよ、やっぱり。いや、モチベなかったら、やっぱりそんな、やっぱりね、いろいろ言わないんだよね、多分。いや、わからんけど。白猫みんなで盛り上げていきましょうと。いや、本当にそうしましょう、本当にね。で、PS、去年のクリスマスキャラの新規まだですかと。ほら、もうまたそれでしょ。モチベがっつりあるじゃないですか、全然。ねえ。やっぱね、モチベ本当にない人間ってのは、もうそんなのもどうでもよくなってくるっていう。今、俺の状態ですね。もう、どうでもいいよくなってくるんですよね、正直。もう、なるようになれとしか思ってないんでね。カズマ、あれカズマルさんじゃなくて、カズマットさんになりましたね。ドナルドで会ってますよ、と。可愛いっすよね、と。可愛いっすね。ドナルド、ほんと、声がいいっすわ、喋りの。クワクワみたいな。ルーシェ来たんですね。おめでとう、と。ありがとうございます。でもね、個人的に小笠さんの当たった時の、よっしゃマジでうひひひってリアクションが好きなので、そこだけ残念です。でも、めでたいと。いやー、まあ、多分動画で撮ってたら多分そんな感じになってたでしょうけど、やっぱりね、動画外で弾いてる時の俺は、結構マジ、かなりクールですよ。ほんと。あ、みたいな。ほんとにクール。いたってクールインテリシティボーイなんでね、ほんとに。板野ゆかさん。ルーシェおめでとうございますと。ありがとうございます。単発でとは羨ましいです。人からもらったやつなら大丈夫なんですねと。そりゃそうでしょ。昨日5000円分の Amazon カードもらったので使わせてもらいます。どうぞどうぞ。自分では私も、もう課金するつもりありませんと。小川さんと勝負負けませんよ。ルーム売却やだもんと。これね、不思議なもんで、人からもらった課金でもね、ひとたびこれ回し始めると、で回して当たんなかったとしましょうよ。あのね、うずくんですよね。課金衝動が。それはね、やっぱり俺は、そこまでね、そこまで俺、先を見てますからね。多分、ゆかさんは、そこの、うずきに耐えられるかと言われると、多分無理なタイプなんじゃないかなと、ちょっとね、察してるんで、そこで多分勝敗がね、決するかなと。個人的には思ってるんで、まあまあまあ、俺の負けはだから、まあほとんど 150% ないですよ。本当に。やっぱりそれはね。きっちりスタールームをね、売却してもらうんでね。エクシアさん、小菓子、二度目の出会いすいませんと。コスタリ君は D カップぐらいですかねと。気になって寝れません。無知ですみませんと。まず誰かがわからんし、全然、くんって言ってる時点で男なんでしょ？男のカップ数なんてどうでもいいです。全然興味ないんですけどね。コスタリカに質問しても返信来ません。マミちゃんに結婚してくださいと言ったら返信来ましたと。すごいなぁ。なかなかの、ね、手当たり次第に言ってますよね、ほんと。ロロさん、小川さんおめでとうございますと。ありがとうございます。ほんと、ロロさんにも、俺の引きをね、今俺結構絶好調ですよ、割と。その後も単発で、まあ、星4、スタール持ってきたんですけど、アーマリエはね、結構気乗ってるなという感覚ですよ、今俺は。ぶっちゃけた話ね。エクシアさん、またですね。小菓子、課金ハイハイの向こう側見てみたいっす。ハイハイプレイしてみたいっす。大晦日は生中継プレイをお願いいたしますと。エクシアさん、本当に、なんでしょうね。言語の、なんでしょう、羅列というか、そういうのが本当もうめちゃくちゃですからね。文章のつながりが一切ないんでね、ほんと、ちょっとびっくりしてますけど、俺も。高圭さん、小笠さんも課金範囲を感じた人だったんですね、と。僕もありますと。ある、高圭さんもやっぱそうですか。コロプラではなかったんですが、アメーバで月20万、5、6万使ったくらいから、意味なくテンションが上がり、12万を超えたあたりから体がふわふわ感じて、請求書を見て現実に戻されましたと。ほじほじ。いや、でも金持ってるんですね。俺正直ね、すいません、月で20万使ったことは未だかつてないですね。多分最高で10万ぐらい。それでもやばいんですけど、多分最高で12万ぐらいってところでしょうね、俺は。前、ドリランドっていうゲームでやばかったんで、本当に。もうね、すごかったっすわ。あれ、地獄でしたわ、ほんと。ドリランドっていうね、ゲームでね、メイチェリっていうキャラクターがいたんですけども、だいぶ前ですね、これもう3、4年、4、5年ぐらい前ですかね、もう下手したら。
なんかその時のガチャ仕様が、なんか、球体の、なんか、ただのレアみたいなキャラを集めると、その、すげえキャラがもらえるみたいな、コンプリート式だったんですよ。で、俺は8体まで出てたんだけど、残り1体がね、5万使っても、6万使っても、7万使っても出なかった。もうね、引くに引けなくなっちゃって、結局12万ぐらいまで行ったところで、もう、ギブアップでしたよ、ほんと。結局出なかったんだよね、ただのレアなやつが。あれほんとね、俺マジで、グリー、本社に行ってほんと火つけようかと思いました。マジで、ほんとやばかったよ、あれ。ドリアンドってグリーだったっけ？あ、モバゲだっけ？わかんないけど。ほんとあの時ね、殺意がほんとに芽生えてましたからね、ぶっちゃけた話。やばかったっすわ、マジで。山田太郎さん、モチベ上がらないのはわかると。今の白猫はガチャゲーだからね、ガチャで目当てのキャラが出たら終わりと。そうなんですよね、いくら強いキャラ出たところで、なんでしょう、その進化をこう発揮させる場所が、今んとこあんまりないんでね。力完全に持て余してる状況なんで、別にここまでの性能なくてもクリアできますけど、みたいな感じなんでね。てか、コガッツって言われたの初めてなんですけど、めちゃくちゃ言いにくいですけど、俺個人的に、ツっていうの。赤木好きなんと。俺はカイジの方が好きだけどと。いや、俺ね、両方好きですよ。カイジもめちゃんこ、結構ファンですよ、カイジも。全は一応読んでるんだよね、カイジも。ただ、カイジは本当にクズなんで、カイジはっきり言って才能、まあ、あるのかもしんないけど、根本がクズなんでね。赤木は違うじゃないですか。赤木は本当に爆才が凄すぎて、まあ、本当あいつは天才というか、まあ、化け物なんですけど、カイジはね、結構根本が、結構落ちぶれてるんでね。まあ、その辺が、まあ、愛着は湧くっちゃ湧くんですけどね。世界者とマーク、マールさん。嘘だー！カズキまで限定よと。でもおめでとうと。いや、ありがとうございます。そして本当に白の子やることないなと。ナイスはね、本当今。俺もせっかく新キャラ当てて使え、行きたいんですけど、バンバンね。だからこれといって別に、まあ、何でしょう、そんな頑張るところがないっていうね。昔の協力には魔導士が必須、だった時代に戻りたいのは自分だけなのだろうかと。確かに懐かしいね。今魔導士ぶっちゃけいらないっすもんね、別に。リセマラすれば、新規でも1日で最高難度クリアできるであろう状況と。確かに。しかもこれから先、さらに強いキャラを出すしかない状況。怖いな、不安だなと。でしょうね。ただね、あの頃は、リセマラでね、一体、この強いキャラ出たとしても、レベル上げが結構大変だったんですよ、当時。今でこそ全然ルーンとか、全然溜まってるんで、瞬殺でレベル100まで上げれますけど、当時ね、本当に初期の頃は、レベル100にするのがめちゃんこ大変だったんですよ。本当に、スタールーンをね、集め、黄色のスタールーンとか、マジ苦戦しましたからね。金曜日がほんと待ち遠しかったっていうのが、懐かしいんですけど。やばい、ほんと懐かしい。結構破滅級とかクリアしたら嬉しかったっすもんね。あの頃は。やべ、金曜日の破滅級クリアできたよ、みたいな。そう、当時はね、スタールーンを取るのが結構厳しかったっていう。あ、懐かしいな、そういうの。やばくないですか、今。めっちゃなんか、懐かしんでるんですけど、昔を。タカチャンネルさん、プレステで YouTube のカズキ見たら、大画面でクソ笑ったと。これパソコンいらない気持ちになる。顔でかいな、カズキと。まあまあ、それは画面がでかくなれば顔もでかくなるんでね。はっきり言って。ただ、言っときますけど、俺はっきり言って、18頭身なんでね。顔全然でかくないですからね。そうそうそう。ブージェイさん、コガチこんばんはと。こんばんは、ブーちゃん。まあ、年上なんでね、あんまりこう言えないですけど。自分も小中高と野球してましたと。未だに納得できないことがあって、なぜ野球部は丸坊主が主流なんですかねと。ほんとね、俺もそれ思うんすよ。っていうかね、高校ぐらいだったらわかるんですけど、まだ。しかも、甲子園を本気で目指してる高校とかだったら、まあ、坊主わかりますわ。別にさ、中学校とかでさ、坊主しなくてよくないっていう。
俺ほんと嫌だったっすもん。高一の春、県大会だからという理由で、1年は全員頭をゴリにしてこいという命令が下りましたと。本当に理不尽ですよね。もう本当にそういう命令を下すコーチ、先輩、本当全員死ねと思ってますから。言葉悪いですけど、本当全員くたばると俺思ってますからね、はっきり言って。そういうわけのわからん、理不尽なこう要求をしてくるやつ。本当、俺はダメですよ。そういうの本当苦手なんで。俺も中学校の時、俺中学校の時に俺ゴリにしてますからね、何回も。本当に、野球部の顧問に言われてさ。ゴリンって、マジで、ほんとツルツルですよ。本当に。髪の毛ほんとないもん、あれ。ゴリンって想像できますかと。いや、想像できますかもくそもやってましたからね。ほんとバリカン直当てですから。バリカンって普通なんでしょう。カバーがあるんですよ。カバーというか、その、何ミリに調整するときのそのコネクターみたいなやつがあるんですけど、それ外して、もうバリカン直当て。そうすればゴリンになるんでね。もはや毛でなく毛穴ですと。ほんとそうですよ。まあ、髪の毛っていうか、頭洗うのはもうほんと、そのままボディーソープでいけるんですけどね。思春期の男子には拷問でしたと。ほんとね、ほんとに、ほんとに嫌だった、あれは。丸坊主が嫌で野球をやめる将来有望な子供もたくさんいると思うんだけどなと。ああ、いると思いますよ、ほんと。めちゃんこいると思う。意味わかんないもん。別に、坊主。まあ、それが野球の文化だっていう人もいると思いますけど、なんでしょうね。もうそういう古い考えはもういいんじゃないって。もう文化を大事にしすぎてもね、やっぱり変わるもんですからね、時代は。別にもういいと思うけどな。別に坊主イコール野球っていうか、その、ね、わけのわかんない、なんですか、固着しなくてもね。さやさん、ハローガーコート、ハロー。ルーシェでそこまでモチベが復活しないの同じと。まあ強いですけどね、ルーシェ全然。マジで割と、本当にガチンコで強いけど、それを活かす場所が今んとこないっていう。そこなんですよ。あまりにもこれ持て余してるんでね、性能、スペックを。別にそこまで強くなくて良くないっていうぐらい強くて、なんかもう、もうちょっと上の難易度が出てきてくれたら面白いんですけどね、ちょっとキャラのインフレ加速度の方がちょっと、半端なくて、白猫の難易度がちょっと追いついてこないっていう状況ですからね。ということで、返信は以上にして、まあもう2時2分なんでね、今日はこの辺で、サクッと終わりにしようかなと、思います。なんかもう最近ね、安易にね、ちょっと変な顔すればいいなってちょっと思ってきている自分に今、不甲斐なさを感じてますけど。ダメですよね、やっぱそういうことでは。やっぱりね、変顔とかね、何ですか、その、規制とか上げて、やっぱ笑いを取るっていうのは、やっぱりこれ二流なんでね。俺はそういう、何でしょう、違うんですよ。そういうのじゃないんですよ。本当にね。やっぱ本当に喋りというこの、トークスキルでこう、かっさらっていきたいタイプなんで。やっぱダメですわ、もう本当、下ネタ、変顔、その手のタイプはもうしばらく封印しますわ、ほんと。ね。ということで、明日からね、また新たな方法でね、まあ新たな方法っていうか、まあそういうの封印しながらちょっと、封印するかどうかほんとわかんないけども、やっていこうかなと思います。ということで、おやすみなさい。もう、即寝ですわ、即寝。